何回か寝たから、今日2、3回寝たからあれなんですけど、何回も同じ夢見て、しかもその夢が全部今度のココテンのユニットが何だっけ、なんかなんか真ん中狙いみたいな曲あるじゃないですか、なんとか狙いみたいな、何度も狙いだった、全然違った。ポッタさん200回目の方もありがとうございます。ユニットが何度も狙いになるっていうユニットもにな、何度も狙いっていうユニットになったっていう夢をマジで3回ぐらい見て、もう多分これはそれになるんだろうなみたいな。個人的にはジッパーがしたいんですけど、でも多分これになるんだろうなって夢を3回も見たんだよ。もう絶対これじゃん、絶対それじゃん。いやダメじゃないよ、ダメじゃないんですけど、やっぱどうしても私はジッパーというものに憧れがありすぎてジッパーをしたいんですけど、でも多分夢で3回も見ちゃったってことは絶対それじゃん。鬼は絶対になんないと思うから。正夢ですか、いやどうなんですかね。でも私結構予知夢みたいな見るんですよね。てか後々考えたら、あそういえばこれ夢で見たなみたいなこと結構見るから、どうして多分これもそうなんだろうなみたいな、半分諦めですね。なんかいやじゃわかる、なんかその曲が嫌とかなんじゃなくて、ソーシさんほらありがとうございます。なんか曲が嫌なんじゃない、先に言っとくよ、あの曲が嫌いとかじゃなくて、私はジッパーが好きすぎるんです。ごめんちょっと爪切ってます、割れそうなところ。わかる、ジッパーが好きすぎるの私は本当に。もうアイドルになりたいと思ってる頃からもジッパーをずっとしたいと思ってたぐらいジッパーが本当に好きなんです。曲が、衣装も可愛いし、そうだからあれなだけで曲が嫌いなわけじゃないです。何でも狙いという、ただでもクルクルパーとかもやってきたからユニットね、そういうなんかこうちょっとなんていうの、明るい系、まあどっちも明るいか、ジッパーも明るいんだけど、なんかこうちょっとこうそういう系のユニットじゃなくて新しい路線もやってみたいんです私は、ユニットで。まあでも多分もう無理なんだろうね、夢でこんなに見たから。鬼は絶対ないのはもう完全に分かってるから、鬼は絶対もう諦めた。でも鬼衣装買うよね本家の。はるゆかさん金のアヒルありがとうございます。なちゃん以外ジッパーできそうな、いややろうとはみんなできるくない、正直やりたいかやりたくないかの問題じゃない。やっぱあんまりこう露出するのが苦手っていうメンバーもしかしたら嫌がるかもしれないけど、まあ私は割と特殊なんですよ、こんなにジッパーやりたい、露出がしたいっていうのもちょっと言い方はあれだけど、なかなか多分多くはないと思うんだよね、その露出が得意なメンバーというか。私は結構衣装だからこそあえてそういう露出がちょっと多めなのを着てみたいっていうのがあるから、ジッパー特にしたいしたいって言ってますけど。フーバーさん、なんだっけそれ、ストーブありがとうございます。コウジさんからほらありがとうございます。 SNS ライドの衣装なんでクリナでこんなのが出てるの、もともとのハルタンさんの衣装なんですけど、あれはハルタンさんの衣装自体がお腹が出てる衣装だからです。それに関しては私は分かんないですね、衣装さんの衣装の組み方とか衣装の作りにあるので、それは私が好きで出してるわけではないので。タモちゃん金のアヒルありがとうございます。でもさ、露出苦手なメンバーよりさ、もう私がやりますって言ってる私をやった方が絶対得ではあると思うんだけどね。堂々と脱いじゃうよ私。お願い背中のジッパーちょっと上げてちょうだい。足かゆい、うん、お風呂に浸かりすぎたせいで足がかゆいです。いいんですかいいんです。でも最近聞いたそのなんか一番最後のユニットはジッパーなんですけど、その一個前のユニットのこの世界が雪で埋もれてしまう前にみたいな曲があるんです。それもめっちゃいい曲だなと思った。あ、この世界が雪の中に埋もれる前にって曲めっちゃいい曲だなと思った。でおニュー絶対いないし、多分夢のデッドボディも私は多分ソロはさすがにちょっとまだ任せられるような器じゃないので厳しいかなってなった結果、多分何度も狙いかこの世界が雪の中に埋もれる前にかジッパーの3択に選ばれる3択だと思うけど、
歌が私はその得意じゃないから、この世界が雪の中のやつはちょっとアウトかなと思って、何度も狙いかジッパーだったら多分何度も狙いなんだろうなという所存でございます。関さん雪の結晶ありがとうございます。ね、いいよねこの曲、めっちゃなんかいいなって思った。なんか結構しっとりすぎるかなって思ったけど、思ったよりしっとりすぎるわけでもないんですよ。聞いてみてみんな、めっちゃいい曲だから。でもね、私のファンの人とかはねジッパー見たいって言ってくれるんですけど、あの多分マネージャーさんは別に私のジッパー見たくないんですよね。そんな、昨日雪降ってたので着流れてました。え、いいなそのシチュエーション、雪降んないかな。グッチーさん、クマありがとうございます。ジッパーしか知らんからジッパー着たい。聞け聞け曲を、いい曲だから。結構ここてんあまり知らなかった。私もでもね中盤曲からが分かんないんだよね基本的に。初めての星は分かるけど、それ以外は基本聞いたことがなくて。前半曲は基本もう聴きまくって聴きまくって大好きになりました。こうやってジッパーとおニューしか知りませんでした。おニューの上向きかってきたのよ。固定勉強中、古典でみんな学べ学べ。そなのであまり期待はせずに。夢で3回も見たからね。でも諦めがよね半分を。通りもん食べる。なんか通りもんが昨日差し入れゾーンにあったから通りもん取ってきた。 あかんし、あった通りもんがまさかのなんかお土産ゾーンみたいなとこにあって、あれみたいな。そして明日のお仕事は、明日はとっても楽しいとこに行ってきます。お仕事で東京とかじゃないんですけど、ちょっと前髪に刺さる。車の機械で聞いてるけど、毎回お乳あたりで目的地にするその次から流すっていう手はないんか。足の回し前、下にジッパー脱いだ時でしょ。あ、そうそうそう、万が一見えちゃった時用にね。徳さん、金の広ありがとうございます。うまっ、これもうまっ。私でもここでめっちゃ楽しみなのは、エミリーさんがオープニングのブリブリ衣装を着ることが楽しみ。本家の衣装じゃないと思うけど、多分分かんないけどさ、エミリーさんがあのフリフリの衣装を着るのって超楽しみなんだけど、絶対似合うやん。なんだよエミリーさん顔綺麗だよねマジで。なんか普段さそういうこうフリフリ系のお洋服着ないじゃないですか。だからこそなんかそう今日なんかなんていうの、その公演の時にそういう衣装着てるの見れるっていうのが私はすごく嬉しい。でも私エミリーさんのめっちゃ可愛いなって思ったとこが、この前パジャドラで一緒の時にエミリーさんの、その結構割り当てがパジャドラの衣装って毎回違うんですよ。なんていうの、その毎回毎回違うメンバーが出るから、その人それぞれこうサイズが違うじゃないですか。だから毎回同じ衣装を着るわけではなく、こうその人の今まで着たことある衣装だったりとか、その人のこう身長とかそういうので衣装が変わるんですよ。で
たまたまエミリーさんがその時ピンクの衣装だったんですよね、割り当てが。そしたら衣装さんにエミリーピンク無理って言ってるの見て、で結局変わってたんですけど、誰かと、え、可愛いと思ってエミリーさんピンク嫌なんだ、可愛いと思って、なんかこれ衣装さんにちょっとダダこねてる感じがちょっと可愛くて、私は嬉しかった、そのエミリーさんを見て。内緒ね、本人には。衣装 MV が分かんない、衣装に関しては服装はどうなるか全く分かんない。そもそもだってまだどこのポジションに行くかも、どのユニットするかも分かってないから、その時点でまず分かってないんですよ。そうだから分かんない、衣装どうなるか。まあでもジッパーは HKT あるからそれ使うんじゃないかなとか思うけど、無理って言えば変えてもらえる。いや、そういうわけでもないんですけど、ね、そんななんか無理って言えば絶対的に変えてもらえるとかいうわけじゃないんですけど、でも可愛かった、ちょっとダダこねてる感じがあれですよ。なんかえ、なんでピンクなの、マジで無理なんだけど、そういうダダのこね方じゃないからね。可愛いダダのこね方、可愛かった。あいとキリキリマイさん、ハート100個ありがとうございます。めっちゃギャップ萌えする、マジで可愛いんだよな。カフェオレ好きっていうのも結構私的にはポイントなんですよ。可愛くない？カフェオレ好きって何？割り可愛いやん。マジで本当に T2 の公演、私もよく出るんですけど、アンダーで。もう毎回エミリーさん見ると絶対カフェオレがエミリーさんの席にあるんです。可愛い。全部新衣装どうですかね、みんながクラファンして新衣装の私が作るお金を私が作るっていう出た。乗り換え、あのね、乗り換えはしてないよ。なんか私そもそもみくりんさんに乗り換えって最初コメント来たけど、私みくりんさんにちょこちょこ返信のやつ送ってますからね、リプ、ツイッターの可愛いやつとか、いいねも結構してるし。ミクビよりミクリにリプしてると思う。結構私ミクリさんと話してんだよね。お茶うまっ。クイナってミクリの妹かな。うそ、ほんと？でも最近ね、あの前より全然ミクリさんと話すようになったんですよ。なんか前は話さなかったっていうか話す機会がなかったんですけど、やっぱチーム一緒になったし、着替え場も結構近いしで結構話すようになりました。そう、また同じチームなんですよ。でも昨日リコピさんの卒業公演終わって、そのみんなで写真とか撮るときに待ってたんですよ。まあ、結構リコピさんこう取材とかあったんで、その時にたまたまツイッター見たらミクリンさんがグラビアのオフショットをオフっていうか、その表紙になりましたっていうツイートしてて、45秒前ぐらいに。モリちゃんバラありがとうございます。近くにミクリンさんいたからミクリンさんのおっぱい見てみんな元気出たって言ったミクリンとクリナちゃんの話は普通に興味、本当何話してるかな。でもマジで普通のことだと思う。何話すっけ。でもほんとなんか日常会話感すぎて。プラネテスさん1000回目の方ありがとうございます。直球、そうミクリンさん可愛くない、マジで
可愛すぎるんですけど。さっきひじちゃん配信で一人で渡り歩くの苦手だからなっちゃんがいなくなったそうそうそう、私がたまたま博多にいたんですよその時。博多で、まあ、病院に行こうと思ってて、あ、そんななんかあの重大な病気とかじゃないんであんま気にしないでください。定期的にもらってる薬とかもあるので私にも。 HKT チュートジさん金のアヒラありがとうございます。でその行ってる途中だったんですよ。そしたらひじから電話かかってきて、あ、珍しい、なんだろうと思って電話出たら、ね、今どこにいるって言われたから、うん、博多にいるよって言ったら、博多かーって言うから、どうしたのって言ったら、いや、岩田行きたかったんだけど一人じゃ入れないから、いるなら一緒に行こうと思ってって言われて。ひるけんさん100回目の方もありがとう。そう、あ、ごめん今博多やし、しかも今病院行ってる途中なんだよねみたいな。あ、そっかーって言われたから、とりあえず頑張ってみって言ったら頑張って一人で行ってました。で、ひじりが欲しいって言ってたパウダーを変えたらしくて、もうひじりこれで完璧みたいなこと言ってました。可愛いよね、ひじり。岩田、いや、だって私、結構私、岩田行くときは行きますけど、割と普通に超ダサダサメガネとかで行きますよ。まあ、ダサダサメガネって言ったらメガネに失礼ですけど、普通にメガネかけて、なんかそれおしゃれなみたいな格好でも行きますし、ほんと適当なレッスン着までは行かないけど、まあ、上レッスン着したなんか適当なロングスカートみたいな、ほんとよくわかんない格好で全然行きますけど。でもひじりもお化粧してないとひじり行けないって言ってて、ひなと3人話してたの、ひな全然ジャージで行くよとか言ってるし、な、全然余裕なんですけど。新刊本刊本刊かな、どっちなんだろう、あの新刊かな、化粧品とかがいっぱい置いてある方、片手で思い出したけど、これなんて言って、行ってない、まだ。銀座の三越とか、やばいね、銀座の三越は私もちょっと怖いかも。なんかもう慣れたから、福岡の三越は。三越っていうか、その岩田屋とか三越とかは全然行けるけど。ね、かわいいよね、ほんとそういうとこかわいいなって思う。通り抜けがてらに通る、それもそれでじゃない怒られるよ、バターの人に。怖いの、うん、なんかすっぴんとかでは無理かも。そういうなんか、でも正直岩田屋とかって化粧品結構いっぱい売ってるから、むしろなんかこう色とか見るためにあえてすっぴんで行った方がなんかいい感じになりそうな気もしますけどね。ジョーマローンしか行かない、なんだっけ、串のやっとこうですか、なんだそれ。日本橋の三越が一番いかつい。なんかでもそのいかついっていう雰囲気、まあ客層を多分縮めるためにっていうか限定するためには大事なんだと思うけど、そのせいでお客さん減らせる可能性もあるのにね。その塩梅難しいよね。ほら、毎日フーディーで食料品を買いに行きます。岩田屋に？岩田屋のとこってどうなんだろうね。なんか高いのかな、あのスーパー。安いと思わないですけども、なんかあんまり、なんか普段普通にスーパー行った時に買う値段見るよ、見るけど、でもなんかそこまで気にしすぎてないからわかんないかも。てかいろんなスーパーに行かないから、そこまでなんか違いがわかんない、どこは安くてどこが高いとかあんまり分かってない。昨日の声のりなちゃんのメイクが好きです。いつも通りです、いつも通りのメイクです。濃さが違ったのかな。博多阪急は自然と、博多阪急って、あ、そうだよね、ブランドとか結構あるよね。どうしよう、ネイルどうしようか、めっちゃ迷ってるマジで。どうしようかな、ちょっともうちょっと迷おう。西穂さんのツイッターには思うようなとか書いてる。え、今なんかさっきから写真載せてたイメージある、ちょこちょこ。私もリセットの写真載せてくれてたから、うん、あとありました。かわいいね、こぶさん。
じゃあさ、昨日ツイッターにさ、誰かがスクショ載せたのをさ、今さっきあのインスタのストーリー載せたんですけど、見た、あの4コマ漫画みたいなやつ、あれめちゃくちゃおもろくて超好きなんですけど、4コマ漫画。爪薄くなってない？なってない、最近休んでたからいい感じ、そんな薄くはないって感じですね。私お出かけで後藤さんが買ってた明太子がいい。あ、明太子、明太子高いの食べたことないかも。みんな食べてみたいな、美味しそう。最近やり始めたコンサートの集合写真のりなちゃん、アニメのキャラみたいな顔して、え、どれだろう。コンサートの集合写真のりな、ツイッターのあれ見ればわかるかな、グッズのアカウント、これが。コウジさん、600回目のありがとうございます。どれだろう、どれがアニメみたいなキャラ顔してるやつなんだろう。そもそも私がどこか見つかんない。あ、おった、これ絶対違うな、これアニメじゃないな、これちょっとアニメではない、ちょっと顔可愛くないバージョンですね。こっちかじゃん。嘘、どれだどれだ、全然可愛くないんだが、こっちか。あの4コマ漫画面白いよね。目かゆい。誰が今日も京都でこっちの目は一重なんですよ。こっちだけ二重。泣いたら綺麗な二重になるかと思いきや、思ったよりそうでもなかった。元に戻っちゃった。でも本当はね、豚骨ラーメン食べたかったんですけど、行く人がいなくてやめました。また私がお友達がいないみたいで悲しいわ。でもいや普通に豚骨ラーメン食べたかった。目の痛みはね、そう、収まったんです。もう完全に治ったって感じ。ラーメン一人で食べに、いや、なんか一人で行く気分じゃなかった、誰かと行きたかった、行くかな。私結構行くのはシンシンかも、最近は。撮ってくれたら言ったんじゃない、いや LINE のストーリー機能のやつで、ラーメン食べたいけど行きたい人いますかって書いたけど、誰も返事をしてくれなかったのでまあ、マジ2人か3人ぐらいしか見てなかったけど、返事がなかったので多分行かなかったと思う。チューリスお風呂に行った、いいね。私が基本ではなんか食べに行きたいなって思う時間が遅いんだよね。だからみんなご飯食べ終わっちゃってんの。倒しの子から LINE で食いなっちゃうのがね、今日やばいよ。ほら前髪も適当だし、ここなんかのよくわかんないお練り方してるし、
なちゃんの涙が一番清い涙に見える。ファン増えてない、涙でファン増やしたくないな。なんかのね、楽しかったのがね、あのホワイトデー2話の時のね、2番のさ、言葉を優先して愛を混ぜたチョコってあるじゃん。あそこでマイクを逆さにしてこうぐるぐるかき混ぜるみたいな振りがあるんですけど、それをこう私の左斜め前に葵さんがいて、もう一人右前ぐらいに誰だっけ、誰だったかな昨日は、いて、その3人で一緒にこうやってぐるぐるした、あかりさんかな、いたの。それがめちゃくちゃ楽しかった。なんか普段一人でこうやるんですけど、昨日は葵さんがこっち向いてくれてみんなでぐるぐるしていいねと思って、楽しくて。なっちゃん、なっちゃん写真集出しません。あ、足がかゆいよ、本当にかゆいよ。どうしよう、マジネイルを変えようかというか、何をしようか迷ってる、めちゃくちゃ。どうしよう、なんかネイルさ、したいデザインやっても自分じゃできないのも結構あるからさ、やっぱ迷っちゃうよね。やっとね、リノちゃんとリナちゃんにポジ逆の方が強かったくね。あー、どうなんですかね。でも私逆転のセンターはなんか違くない。ビワップさん、焚き火ありがとうございます。コピーが自弁場じゃない。そうだから朝起きたさ、 HKT のさ、あ、違う、昨日お風呂入る前か、 HKT のさ12時になったすぐにさ見たら公式をヨコピさんいなくて、名前順の私の次だったんですけど、いなくて、リノになってて、いないってなって、あーってなりました。でもちょっと LINE したから元気出た。ネイルなんとかでした。ネイル自分でできるもん、ある程度は。どうしよっかな。なんかよくスクショとかでネットとか出てきたネイルのいいデザイン保存してるんですけど、あった、うわこれかわいい、これにしようかな。できるかわかんないけど、したいデザインは見つけました。そういえばこれやりたいと思ってたなっていうやつ。うん、何のラメ作ってんだろうこれ。蝶のネイル、何だろう蝶のネイル、いつの蝶なんだろう。ともちゃん、雪の結晶ありがとうございます。推しになってる言葉を予想して読んでるの。そうだよ、大体なんとなく分かってくるか、分かるから。逆転の時なっちゃんニコニコしながらパフォーマンス。でもね、まだ緊張するからね、同じとこしか見れないんです。いろんなファンの人にこう 目合わせたいんですけど、まだちょっと緊張しちゃってできないんだよね、いろんなとこ見るのは。誕生日はどうするの。誕生日はどうなんですかね。でも忙しそうじゃない、年末年始だから。普通にだからゆこぴさんそうとクリスマスマーケットに行こうって言ってたけど、リコピさんのお仕事が忙しかったらあれだから、25日までだよねって言われたから、多分そうです、でもご飯行ければ十分なのでいつでも大丈夫ですって送った。皆様の手紙感動したね。なんか私たちは知ってたんです、実は。他 の, そのリコピさん以外のメンバーはあのサプライズがあるっていうの知ってたんですけど、そのサプライズの内容のやつを見たときに、お父さんからの手紙かみたいな、すげえと思って、絶対泣くやんと思って、
ボスのリハどうなんだろう。去年はね29にリハがあったんだよ確か。こちゃんと朝活、朝活コピー明日もうロケってすごいね。ねすごいよね、さすがだよね。私も明日はロケみたいなものに行ってきます。テレビじゃないですということはあれなんですけど、どれくらい厚着したらいいんかな。厚着。ぼっちさん100回目のありがとうございます。クイナ次の公演いつだ。クイナ次の公演いつだっけ。9日のパジャドラじゃない、普通の私の公演。リセットじゃなければ。暑いの寒いのどっちが耐久性ある。暑い方が耐久性あるかも。寒いのマジで無理。お風呂寝落ちて通算何回目くらいってな。もうしすぎて覚えてない。相当着込んだ方がいいと思います。知ってます。去年私は死にそうになってましたから分かっておりますよ。マジで死ぬかと思った本当に。去年ライトピンクってどこ。ちょいラメいいかラメやな。ひろとさん焚き火ありがとうございます。手のシワの伸びました。9116か。 OKベイビーピンクっていうの買ったんだった。これ使ったっけ。うわー可愛いけど使ってない気がするな。これベースあるでしょ。ちょっと待ってね。これブルーか。靴下ホッカーロも必須ね。ハンステンボス踊りながら見たら少しは足りるかな。いやうちらでも結構寒いからね。超絶寒い、超絶寒い、マジで。手あんなしわしわない、すごかったよね。なんか手のじゃない、木の枝みたいだったよね。びっくりした、あれ見た瞬間、キモって思って。絶対乗せたろうと思ってメールに。でもちゃんとしわしわ注意って書いてたからね。批判は受け付けません。ちゃんと私は。ワンクと言われるワンクッションを置きましたんで。
メール丸々ちょい、ね、なんか先に言っとかないと嫌かなと思って、その見た目お腹パジャで下野さんどちらが手が綺麗か比べてほしい。いや私手綺麗じゃないからね。よいしょ、ちょっと待ってて、あいた、ひんふんだ。今日ずっとパジャマ、マジで良くない、本当良くない生活してる今日。ずっとパジャマってやばいよね、マジで。自分でも良くないと分かってる。使いたいよ、なんかこんな感じで。よし、じゃあちょっとだけ、ね、どうしようかな、久しぶりに。私がしたい色が作れたらだけど、ヒートテックが見えてる、知らなし、諦めよう。一旦色を作ってみて、無理そうだったら今回もネイルは適当なのにします。マジさ、ネイルって一回やるとさ、何回もしないとさ、もう爪戻んなくなるから嫌だよね。ってことで、しばし個人的な時間に入ります。少々お待ちください。チャッキーさん100回目の方もありがとうございます。爪塗るの、え、わかんない、ちょっと一旦やってみようかなという気持ちなだけ。あれ、よいしょ。たまにでもさ、ネイル反対派の人とかいるよね。私あんま従いませんけど。まあ綺麗だけど、すごいこの飛び散った、終わった、後で掃除大変や。ミラーボール誰か、ありがとうございます。あれ、あれがなってない、誰が投げたかの表示がない。ミラーボールが来たことだけは分かるけど、それ以外何の情報も得られない。どうしよう、ありがとう。私の多分たまにおかしいのかな、なんかギフト来てもさ、ギフトが表示されない時があるんだよね、タワーとか特に。どんちゃん、あなたなんですか、投げてくれたな、ありがとうございます。ごめんね、ギフトは表示されてなかったから名前呼べなかった。やばい、どうしよう、机の絵がすごいことになってるわ。あ、銀色これいらないかな。銀いらない気がするな、なんで入れたんだろう。お知らせで反映されない不具合がある、マジ。なんか来たのは分かるんだけどね、投げられたりとかしたらピョンって飛ぶじゃん、あれは分かるんですけどね。すくいキラキラ、めっちゃキラキラやもん。あ、そういう人って行ってきたりするんですか。
私はまだないかな、言われたこと。そもそもセルフネイルするのが好きって言ってる人にさ、ネイルしないでくださいって言ってくるの結構酷じゃない？あべー、入れすぎた、あー危ない、ハプニングかい、危ねえ、液体の上に落としたら最悪だった、マジで危なかった今のは。うわこれ合わねえ、最悪な色だ、これやめよう。チューミンさんミラーボールありがとうございます。まあ今日これは表示された今のは、うんー、これダメだな、よしやめよう。普通にピンクのキラキラのやつのグラデーションとかにできたらいいかなっていう感じだな。どうやってやってんだろうな、こういう人のって。もうちょっと大きいラメラメなのかな。ゆうさん、リボンクマありがとうございます。ニックパークさん、ほらありがとうございます。とりあえずこの色はダメだから捨てたいんですけども、入れよう、ゴミ箱よいしょ、見えないように。失敗作だ。ああでもシルバーとピンクのラメは可愛いんだよな、それにしよっかな。もう一回シルバーとピンクのラメ作ってみて、それがいい感じだったらその色にします。やばい、22分、ネイルね配信するとねすぐ終わっちゃうんだよね配信が、まあ、何も話せないんだよね言っちゃえば。試し塗り、じゃあジェルネイルやが試し塗りできんのよ、てかベースコートとか何も塗ってないから試し塗りしちゃうと爪が良くないことになっちゃう。うーん、うわどうしようかな、ただのピンクにしようかな、怖いな、失敗したらだるいもんな。うん、うわでも迷うな、ピンクとシルバー可愛かったし、ピンク多めのにしようか。神崎正和さん、ハーティアックありがとうございます。パジャマたこそ、これ自由めっちゃいいよ。でも今年なんかこれのさ首がなんかちょっと長いバージョンしかなくて、あいや普通のあったかな、いや欲しいんだけど新しいの、確か首ないバージョンで持ってる色しかなくて、なんかピンクとか紫とか去年、あじゃあ黄色とか紫とかあったんだけど今年なくなってんだよね、その欲しかった色というか去年買おうか迷ってやめた色が。パジャマがだからさ、ちょっとパジャマ不足中、2個はあるんだけど、夏物のパジャマはさ結構なんか送ってくれた人いるんだけどありがたいことに、冬ってさ最近冬になったばっかだからさあったかく、リコピとクリスマスマーケットで写メを送ってほしい、まあ気分によります、あとリコピさんの許可次第って感じ、ダメとは言わないと思いますけど、タレントさんだし、タレントさんだしってなんかちょっと言い方あれだな、なんていうのその一般に戻ったわけじゃないから、あーまた作れない、ふしゃって言った、 OK、 ピンク多めで、あー手にラメがついてる、最悪、しょうがないけど最悪、そんでもってまた机にこぼした、7番グエグエさん、フォローありがとうございます、名前すごいな、グエグエってどうしたの、
シルバーはなんかいい感じにうまく入れられたから、あとはこれを混ぜてどうなるかですね。色が混ざれ、うわなんかすごい、なんかすごい濃、色濃い。ベースコート足りなかった、もうちょっと混ぜよう。クリスマスマーケット行ったら必ずサンタの気持ち、なんかサンタさんたまにさアロハシャツみたいなの着てるサンタさんいるじゃん。季節感やばない？めっちゃ寒そうなんですけど。え、大丈夫サンタさんってなる、寒そうすぎて。あら今日すごい多いね、来てくれる人2400人来てるわ。結構遅い時間から始めたはずなのにありがとうございます。南半球のサンタ、あそういうこと。てかなんかこの前さお家に帰ってたらさ、いつもいないはずのさ、でいつも普通にただのその壁だったんですけど、なんかいきなりサンタさん立ってて、しかもそれ見つけたのが夜だったからめちゃくちゃびっくりして、ピクってしてなんだこれって思ったらサンタの置物置かれてて、普通に道に、えみたいな、めちゃくちゃびっくりした本当に。で結構ビビリだからさ、夜道とかそういうの怖いんですけど本当に焦った。だって今までいなかったサンタが立ってんだもん、いきなり夜。マジで本当人かと思って、めっちゃびっくりした。よし、オッケー。こんだけあれば足りるでしょう。綺麗な感じの色になりました。さあ、この机の上に散らばったこの超邪魔なラメちゃんたちもどうにかしなきゃね。あーそこにつかないで。こんな感じの色、全体じゃなくて際にだけ塗りました。マジで、え、マジでびっくりしたのと、誰が設置したのかマジで分かんなくて、しかも自分家じゃないから、自分家に設置されてたのだったらさ、あ家族がなんかやってんのかなとか思うけど、そうじゃないの。それなんかマジで全然分かんない適当な道で見つけて、本当にびっくりしちゃった。ベースコートを探します。トップ、なんかトップコートばっかあるんだけど、なんでトップコートってね一番最後にねテカテカにするやつなんですけど、あったあったあった、よかった。ああってことでこっちからやっていきますね。親指は最後にします、この方がやりやすい。うわーすごい粘度がすごいな、このベースコート。親指だけね塗りづらいんですよ実は、指の角度が違うからね。そのなんていうの、他の指とかを先にやって、逆に親指先にするパターンの人もいるけど、私なんか親戚のそのネイルの資格持ってる方が前やってもらった時に、最初に他の指やって最後に親指やるって言ってたから、なんか意識的にそうなってる。可愛いだろうね、可愛いでしょ色。これ完成形が多分みんなに見せれるほど早く終わんないんだよね。インスタに載せるねとかで終わっちゃいそう配信。
とりあえず成功するか分かんないから、じゃあ2本ずつやっていくね。もう今日ずっと背中痒くて書いてる。メールにも書いてたんですけど、その長風呂したせいで多分あの皮膚の油が落ちちゃって、痒くて痒くて仕方ないんです。マジで一生痒みと戦ってる。ずっと痒すぎる。速乾性、じゃあマニキュアと違うからね、これ。あの今私手機械に突っ込んでますけど、ライト使わないといけないけど、1分ぐらいかな、1分2分ぐらいで絶対固まる。2分やれば絶対固まると思う。レジンのラメ絨毯に蓋開けた、ケースごと落として絨毯キラキラ。うわ最悪だねそれ、めっちゃ嫌だね。私だったら結構立ち直れないわ。起きたらお湯冷たくなってるの。やっぱ若干の温かみはあるよ。でもお風呂入れた時ほど暖かくはないよね。だからそういう時はもう熱いお湯出して、お風呂の中のお湯と混ぜてちょっとでも暖かくしてる、お湯を。よし、この2本だけ塗りました。ほらテカテカしてるでしょ。ほら他のと違ってそんなに、ここ2つので、その次はねベージュをね塗るの。ほぼ爪の色と変わんない色。それによってね全体がねある程度綺麗に見えるんです。乳白色っていうの、こういうの。最近さメールにさ、その好きな YouTuber さん、ゲーム実況をしてる YouTuber さんを最近よく見てるって書いてるじゃん。ドコムスさんって方なんですけど、なんかもう普通はゲームのそのなんか配信、生配信みたいなのしてて、でその弟さんが確か編集してくれて YouTube にそのまとめみたいなのが、まとめっていうかなんて、まあその切り抜いて面白い感じに編集してくれて投稿してるのを見てるんですけど、私生配信の方がちょっと長いの見れないので見てなくて、普通にそのあれは見てるんですけど、めっちゃおもろい。グッチーさんいいね、ありがとうございます。トンちゃんトータありがとうございます。なんか最近面白いなと思ったのは、なんかその DS かな、なんかのゲームで、 DS かなんかのゲームでちっちゃい子向けの、女の子のちっちゃい子向けのゲームなんだけど、キャバ嬢になって世界を救うみたいな、なんかシンデレライフっていうゲームがあるんですよね。キムチ大好きさん300回目のおめでとうございます。違うか、スーさんか、ありがとうございます。なんかそのゲーム実況が面白すぎて一人でずっとクスクスしてるの、お家で。タモちゃんリボンクマありがとうございます。もう一回その YouTuber のみんなちゃんと聞いてて、ドコムスさん、ドコムスチャンネルっていう。なんちゅうゲーム、思うじゃん、シンデレライフっていうなんかゲームなんですけど、めっちゃおもろいのマジで、本当に面白いよ。なんかツッコミとかが面白くて見てみて。でもなんかその方のなんかショートみたいなのが流れてきて、ドラム弾いてて、本当はなんかそのドラムやってるのが本業らしいんですよ。今日私と知ったんですけど、あ、そうなのみたいな。ガオちゃんリボンクマありがとうございます。それ聞いてびっくりしちゃった。ツナメオさん100回目のおめでとうございます。美味しそうな名前だね。
タカさんラブレターありがとうございます。今36分か。わあ、ギリギリこの2本の完成形ぐらいなら見せれそうだね。今ね、色をちょっと塗りました、ここの2本。ピース。他のとことの違いは全く分かんないでしょ。そう、全く分かんなくていいんです。さあ、これからグラデーションがうまくいくのかって。光れば見れる、見えるかな、分かるかな。うん、全然分かんないね。ほら、とりあえずただテカテカしてますよというだけ、ネイルやってるから、ほらぐらいです。ここからいい感じのグラデーションができればいいんですけどね。私下手くそなんですよね。ちょっと待って、はみ出した、最悪。テカテカ塗った後に何で、ね、トップコートっていうの一番最後に塗るやつだから、トップコートはまだ塗ってないんですけど、ベースコートと普通のその色のやつを今塗ったって感じ。ほら、キラキラがついてるでしょ、先っぽに。ほら、これね、最後のトップコートを塗るまでは基本ね、爪がね、まだ固めてもペタペタするんですよ、絶対に。だからね、他のとこ全く触れないの。あ、やばいやばいやばい、ここ垂れてきてる、危ない危ない。気づいてよかった。プロの人がすると全然違う、マジで。私なんかの素人がやったのの5000倍はうまい。まあそれは資格持ってるから当たり前なんですけどね。私も最近資格取りたいなって思いましたな、こういう系の。資格持ってたらさ、お仕事にできるじゃん。だから人のなんか自信持ってできるじゃん。こんなさ、何も学んでない状態の人がするよりさ、人のなんかもっとこう自信を持ってできるから、資格取るのもなんかいいなって思いました、こういうネイル系の。こんな感じ。あー、見えねえ、ピンクだからやっぱ見えねえ。ピンクマジ肌と同化しようが全然見せられないんだよね、みんなに見せたいのに。そして一個爪のめちゃくちゃ漏れるところを見つけた。ここはめちゃくちゃ良くないとこですね。よいしょ、早めに固めよう。いい感じかも、思ったよりいい感じかも。ネイルの資格メンバーやりながら取りに行けるだと思う。まあ勉強はちゃんとしないといけないからその分大変だと思うけど、実技試験もあると思うし、多分筆記もあるんじゃない。資格取るって結局何事もお金がかかるじゃないですか。そこが心配じゃ心配だよね。
ネイル何分ぐらいで乾くの？ジェルネイルだとライトに突っ込んで1分から2分ぐらい。マニキュアはめちゃくちゃ早いよね、そう考えると。でもマニキュアより絶対にジェルの方がカチカチになるから、そっちの方が私は安心できるし、マニキュアだと私すぐ手でいけるんじゃないとか思って手で触ってブニョってなって、またやり直しやん終わったっていうの何回も繰り返しちゃうから、意外とマニキュア嫌いなんですよ、そういう点で。もうジェルみたいに絶対に崩れない、カチカチにしたい。今時はネイルの方が多いんじゃない？ネイルっていうとね、どっちかわかんない、ジェルネイルか普通のマニキュアどっちなんだろう。でもジェルネイルが結構最近なんていうの、100均とかでもそのジェルネイルの固めるライトとかを売り始めたから、ちょっと前から。だからそのおかげでなんかこうジェルネイル浸透して、そっちの方が多い感はあるかも。見えない、ジャンってしたいんだけど見えない。でこれに最後ストーンを乗せたいと思っております。ピンクのストーンを先っぽに乗せます。うん、あ、可愛いかも。紫はちょっと違うな。シルバーは何だこれ、知ってても、あ、いやピンクだな、やっぱハート型は数が足りなそうですな。うん、ピンクを先っぽに乗せますね。指の動きカマキリみたいだった。え、なに？カマキリ？カマキリみたいだった。嫌なの？私カマキリそんな好きじゃないんだよね。当たり前なんだけど、カマキリそんな好きな人いないと思うけど。なんかさ、私カマキリの苦手なとこがさ、そのなんていうの？お腹がムニムニしてるじゃないですか、あやつ。それが本当に無理で、なんか、なんていうんですか、その。普通にただカマキリのこのこれだけだったら全然かっこいいなって思うんですけど、そのカマキリとかお腹がムニムニしてるじゃん、なんか柔らかいって聞いて、それが気持ち悪すぎて、え、なんでそのなんか硬いボディだけじゃダメだったのみたいな、なんでそのなんか柔らかいなんか優しい要素付け出してみたんだろうみたいな。言いたいこと分かってくれる？え、そうそう、バッタとかもさ、なんか硬い部分だけだったらいいの、表面が全部硬かったら、なんか知らないけど柔らかい部分あるじゃん、お腹とかのさ、あの辺が本当に嫌すぎて、何その優しさみたいな、やめてほしい、あの優しい部分すごくすごく苦手。どうしてもそこだけ好きになれなくて、言いたいことは分かってほしいんだけど、あ、そうそうそう、幼虫の面影みたいなとこあるじゃん、マジであれ無理なの本当に、そこだけマジでえっていう。あ、ストーンがひっくり返っちゃった。最後取ってもらったら2本できます。
うなご食べるの平気。いや無理に決まってるでしょ、絶対無理だよ。小さい頃指挟まれて嫌いだったかわいい。カマキリ、カマキリにさ、やっぱ挟まれると痛いのかな。なんか挟まれたことはないんです私。なんかシャッシャッって攻撃してくるじゃないですか。そういうの大丈夫な虫いたっけ。ギリギリカメムシ手で触れるぐらい。カブトムシとか大丈夫。キモいけど、キモいけど、キモい、キモいというか、なんか普通に無理だけど、ザリガニだからそりゃそうでしょ、あんな痛いに決まっとるやんけ。噛まれた方が痛い。嫌だ、噛まれるの嫌だな、無理だな。クワガタ痛かったです。あ、それ痛いって聞くわ。 YouTube HKT 公式の SNS で誰かさね、私がさ配信でさ、なんか何分何秒の子誰って聞かれたことないから悲しいんだけど、載せ、なんか誰か書いてよみたいな言ったらさ、誰かわざわざステアガみたいなの作って書いたでしょ。私あの後普通にさ動画見に行ったんで、そしたらさ、何分何秒センターの隣のツインテールの子は誰ですかみたいな書いてて、村上岡奈ちゃんじゃないですかみたいな書いてて、いや村上岡奈ちゃんではないです、カチューシャをつけている方ですよ。そんなん絶対リナって分かっとるやんけ。村上岡奈ちゃん分かるな、絶対リナ分かっとるやろ。もう絶対、もう絶対、しかもその人のアカウントが見に行ったら、なんか、なんだったっけ、めちゃくちゃ最近作られたアカウントなのか分かんないですけど、絶対、絶対これステアかやろみたいな、本当に。誰が作ったの、わざわざ。そこまでしてくれんでいいよ、嬉しいけどさ、嬉しいけどさ、そこまでするんかっていう。面白くなっちゃった、見てて。いや、嬉しいよ、嬉しいんだけどさ、嬉しいんだけどさ、複雑。なちゃん、すごく複雑。でしてくれるんかいな、本当に優しいな。いや優しいけどやな。さ、最後のトップコート塗っております。2本は完成しますよ。あ、そう、私最近さ、ミルンさんとさ、窓マギについて話したんですよ。ミルンさん窓マギ好きらしくて、嬉しかったし、教えて、映画見に行きたいですよねみたいな、新しいのって絶対行きますみたいな話をした。サトチーさん200回目のもありがとうございます。マリオ2さん300回目のもありがとうございます。若にゃん分かるな、ご教師。いや絶対若にゃん分かるなら普通にさ同期やからさ分かるやん、絶対になのこともさ、絶対若にゃん、絶対若にゃんじゃない、絶対これ捨て墓やんけみたいな。いや嬉しいよ、嬉しいんだけどさ、嬉しいんだけどなんか複雑じゃない。暖房つけてて風邪気味かも。絶対寝な、私の配信見てる場合じゃない。こんな配信見るぐらいならもうマジで寝てくれ。そして元気になってコメントをしなさい。どんちゃんいいね、ありがとうございます。一緒に映画見に行ってか、最近の、最近ちょっと前にミルンさんも好きになったらしくて、え、わかりますみたいな、私も最近なんか見たんですよねみたいな。しかもなんかミルンさんもそのなんか名前は知ってたけどみたいな感じで、え、やばいみたいな、ガチ仲間と二人で、いや考察動画とか YouTube あるけど見るけど、マジ何言ってるかわかんないですよねみたいな。本当にたまに理解できないとこあるんです、考察動画って。もう奥の奥深くまで、なんていうの、その考察しすぎてて、もうなんか、うん、なんだこれすげえみたいなのがあるんです、逆に。それも共感してもらえて、なんかちょっと嬉しかったな。2017年3月24日にアカウント、嘘、本当に、え、私が見たのマジ最近だったよ。アカウント登録したのだってその日だったもん、1時間前とかだったよマジで。あ、違う、その私がコメント見たのがその私の配信終わってちょっとして1時間前だったから、配信中ぐらいの時間だったんですけど、そのアカウント見たら私2022年なんだっけ12月何日みたいな書いてて、え、今日やんみたいな、絶対捨てやかやんけみたいな。
できた、完成じゃん。あ、見えない、キラキラ見えない。でもこんな感じ、ガイデンまで見てると面白さ増すのだけど、え、でも正直本編の方が好きだよね、普通に当たり前だけど。可愛い、可愛いんだけどマジで見えない全然。写真撮ったら見えるかな、ちょっと待って。うん、なんか直接見た方がめちゃくちゃ可愛いな。写真だとなんか良さが伝わんない。後でインスタ載せるねあるある、クリアマリのあるある。ぬりはまちさん、かわいい、ありがとうございます。カマキリにしか見えない、なんでよ、カマキリじゃないよりな。とりあえず先端にストーンついてるのだけはわかるね。あ、ちょっと見えやすいかも、こんなの。ちょっと指紋読み取れたらどうしようとか、ね、こんな感じ。ストーリー載せるよ。ちょっと待って、よいしょ。お米ついてる、だる、そういうコメント超だる。こんな光る米見たことなかろうもん。あなたが食べてる新米はそんな光っとんのげ。写真撮るときと動画撮る具体的なやつあるの？ないです。また来ちゃったよ。いつも来ちゃったコメントしてくれるのに、その後コメントしてくんないじゃん。コメントしなよ。さあ、あと3本、左手はあと3本残ってます。でもさ、これやってるのはいいんだけどさ、近々のお仕事の関係ですぐ落とさなきゃいけないかもしれなくて、やばいって感じ。普通にやんなきゃよかったとか思ったけどさ、したかったんだよね。どうしよう、落とさなきゃいけなかったらどうしよう。明日のお仕事に関しては別に全然、むしろ明日のお仕事のためにやってるみたいなもんなんですけど、最悪、今思い出した、近々のお仕事落とさなきゃいけない。右だけやるのやめとこうかな。左だけやって、右はなんか適当にごまかそうかな。ビーノスケさん、初見さん、ありがとうございます。桑野なるちゃんと同郷の熊本の民です熊本の民です。やっほー。仕事ねえ、ダメ、あるよもちろん。撮影とか大事な、こう真剣な撮影とかだったらもちろん、特にあの私が昔やってた JR さんの撮影とかは多分ダメだと思う。やっぱその制服を着せてもらうってことは、その会社、その制服を着る時の規定っていうのが多分その方々にもあって、それにやっぱ合わせないといけないから
そうそう、イメージ的なのがあるからね。まあ、ちなみにあの今度 その大事な仕事っていうのは JR さんではないです。カングリオタクちゃんたちのために言っといてあげますね。もう56分、そうよ、もうあっという間よ。海卵のネタとか、まあ、その辺はあれなんだけどね。まずあのまだ研究者でネイルができなかったんで、アイドルだから、いや意外とダメなんですよ。ゆうやくん、リボンクマありがとうございます。やばいね、もうちょっとで時間が来ちゃうけど全然終わんない。これか。インスタライブは全くしないです。ショールームで配信してるから別にインスタライブする必要ないかなって思っちゃう。どう？私のこの意見。どっちもするのはきついかな。しかもでもショールームは特に毎日配信だからさ、こっちを休んでそっちをするっていうわけにもいかないじゃん。ってなってくると結局必然的にインスタライブってする必要なくないってなっちゃうんですよね。だから私インスタに力を入れてなすぎて、多分私のインスタ常日頃からもチェックしてますみたいな人多分少ないと思うんだよね。ねえ、ダメそうな仕事、警察の一日ちょっとか。わ、出た出た、カングリオタクくん、カングリオタク来たぞ。研究生ネイルダメなんだ。まあ、研究生はダメなんじゃないかな。私もやってなかったしたから。インスタライブ0時以降もできるよね。え、私1日1時間はショールームやってるけど、またさらに配信をするんですか。ちょっと私そんなに神経ずっと使うことできないかも。58分、やばい。13位正代くんありがとうございます。10位あたりさんありがとうございます。11位三角さんありがとうございます。10位直さんありがとうございます。9位趣味さんありがとうございます。8位中堅八甲さんありがとうございます。7位ションションさんありがとうございます。6位バルタンタワさんありがとうございます。5位はるかさんありがとうございます。4位有田キリキリマイさんありがとうございます。3位どんちゃんありがとうございます。2位ぐっちーさんありがとうございます。1位たもちゃんありがとうございます。エジシヌクさんお疲れありがとうございます。ぐっちーさんお疲れありがとうございます。タカさん、ブリハマチさんありがとう、ありがとうございます。HKT 千鳥さん、花束ありがとうございます。スミさん、ありがとう、ありがとうございます。スプッチさん、お疲れありがとうございます。明日のお仕事楽しんできてね。はーい、でも朝早いんだよね。ってことで、おやすみなさい、バイバーイ、またねー。